はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字漢字部2月号からこの赤手本のですね、検定課題、こちらをですね、書いて説明をしていきたいというふうに思います。はい、こちらまず読み方なんですけども、群雄割拠と読みます。はい、今月号、先月号よりもですね、増してレベルアップしたですね、課題となっておりますので、こちらよくですね、練習して書いていただきたいんですが、今日はですね、最初にですね、これだけは外しちゃいけないというポイントをですね、ちょっと申し上げます。で、それはですね、ここの余白の取り方ですね。ここの余白の取り方、はい、そういったところはですね、よく見てですね、バランスをとって、で、等しくするところは等しくしていくというふうにしてですね、書いていっていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、一文字一文字解説をしていきますけれども、赤手本はですね、いつも申し上げますように、裏のですね、こちら赤手本の書き方をですね、最初によく読んでからですね、書いていっていただきたいというふうに思います。はい、今回ですね、ちょっと洋筆でですね、気をつけていっていただきたいところもいくつかあるので、細かいところですけれども説明をしていきます。はい、まず群ですね。はい、群の一画目、はい、ここよく見るとですね、穂先は水平に、腹は右上がりになってるんですね。はい、穂先を水平にしていきながら少し抜いてですね、いきます。はい、ここを点接を押さえて内側に入ってきますね。はい、この二画目、右上がり、この腹のですね、この右上がりに沿って右上がりにしていきます。はい、3画目も平行で右上がりです。はい、4画目、伸び伸びと払っていきますが、ここあまり立てていくとですね、この口が狭くなってしまうので、この角度ですね、この角度に気をつけて払っていきます。はい、5画目、内側に丸みを帯びて書いていきます。6画目はこの3画目と平行です。はい、そして、点接から内側に入って7画目。はい、この口はですね、比較的縦長に見えますので、そのように書いていくということと、ここ4画目の払いよりも上、ここスペースを空けるようにしてですね、書いてください。はい、8画目、9画目、この位置ですね、この右上がりの位置、この位置は10画目、11画目、12画目のこの平行に書く、この右上がりにですね、沿っていきますので、この位置気をつけていきます。はい、10画目、11画目、11画目は10画目の支出とですね、あまり変わらないんですが、少し右側。はい、収出はこの10画目よりも内側です。12画目は長く、長くしていくところですね、この6画目の点接の内側に入るこの角度がですね、しっかり入ってないと、12画目の支出が、位置が狂ってしまいますので、そこを6画目の点接からの縦画はポイントになります。で、12画目、長く。で、13画目です。その前に、この10画目、11画目、12画目のこの間隔はですね、等しくしていきましょう。で、13画目、まっすぐ下。はい。収筆部と、辺と作りのですね、位置関係ですね、ここに余白を作るということを頭に入れて書いていきます。はい、今度、U ですね。U。はい、1画目、右上がりです。2画目の支出は、この中心よりも右に書きます。この左払いがしっかりと入るようにですね、中心より右に行って、ここの斜めにですね、行った、ここの交わるところはですね、中心のところに来るような感じになるんですけども、この長さ、これですね、左が長く右が短いというところをですね、考えて、この角度、気をつけていきましょう。はい、伸び伸びと払っていきます。払うところは、この中心線の下のですね、このスペースのですね、半分ぐらいのところですね。そこまで収筆を伸ばしていきます。3画目。はい、押さえて、細くですね、筆を立てて、しっかりと立ててですね、書いていきましょう。で、2画目に、こう寄っていきます。点接、一旦、止めて押さえて、そしてこの角度ですね、気をつけていきます。で、4画目、
あまりここを長くしません。4画目ですね。はい。この3画目の転接はですね、2画目よりも少し上ぐらいで止めていきましょう。はい、5画目。はい、この脂質の位置ですね、2画目の脂質よりも少し上です。はい。1画目の下のこの辺りにですね、行くように角度、気をつけていきます。はい、6画目。6画目は、この内側は立てて、外側がこう膨らんでいきます。膨らんでいきますけれども、このわずかなスペースですね、ここをしっかりとですね、取ってくっつかないようにしていきたいので、そこのですね、バランスを考えましょう。はい、7画目、で8画目ですね。8画目の右上がり。はい、ここは平行にいきます。はい、9画目ですね、縦。で9画目の縦は、この8画目の少し左です。左に書かないとですね、10画目、11画目のバランスが違ってくるとくるいきますので、そう気をつけていきましょう。はい。10、11は8画目よりも長くいきません。短めです。ここに内側にですね、入るようにしましょう。はい。12画目は同じ、穂先は平行、腹はこう、少し水平になっていくように、従って、だんだんと筆圧を加えていきます。収筆は8画目よりも右。はい。ここですね。ここのスペースを作るようにしていきましょう。ですから6画目のは長いですね。で、6画目の長さ、2画目の長さ、はい、ここにスペースを作っていくというようなですね、位置関係で書いていきます。はい。括弧の括割りですね。はい。1画目、1、2ですね。はい。2画目は外に行って、3画目右上がりです。転接から小さく。はい。転接の位置気をつけていきます。この中心線のところ、少し押さえた腹が出るようにしていきます。4画目です。はい。右上がり。はい。この右上がりは、この右上がりよりもですね、少しきつく書いてありますね。はい。5画目。6画目、7画目。はい。ここのスペース。はい。詰めて書いていくと同時にですね、ここは等しくしていきましょう。6画目の脂質は左、収筆もこの4画目よりも左です。7画目、はい、この外側の線のところから、はい、この中心の線まで、それぞれ平行に行きます。8画目、口ですね。口、横にですね、ちょっと広い形でのですね、まとめ方にしましょう。内側に寄せます。右上がり平行。はい、これも転接、内側に寄せます。はい。で、右上がり。はい。こっちが出て、ここも出る。ここも、グーもそうなんですけども、縦角が出て、横角が出るというようなですね、まとめ方にします。はい。11画目。11画目は2画目の転接の下。はい。12画目の脂質の位置。1画目と大体同じぐらいです。はい。まっすぐ下へというふうになってますけれども、まっすぐして、そしてここ、徐々に筆圧を加えて、ここを内側にこう入っていきます。内側に入ってから、こう跳ねていくと。はい、その際に、辺と作りの関係ですね。この12画目は長くなりますので、しっかりとここのスペースを空けるようなですね、位置に止めて跳ねていきましょう。はい、今日です。今日が難しいですね。はい。辺、狭くまとめていきます。ここ。もう、このですね、外側の線からですね、ちょっと出ても構わないので、まず左側。出てから右上がり。短くです。2画目。まっすぐ下と書いてあるんですが、徐々にこれ左に行ってるんですよね。左に行ってから、この辺りから下へと行っていると。いうようなですね。だから、左に、こう、左に行って、この辺りから、まっすぐ下に行って、で、内側にこう入ってくると。極端に言うと、こういう筆の運びですね。これはちょっと極端ですけども、こういったところを意識して書いていってですね、行きましょう。はい、止めて小さく跳ねます。で、3画目、きつめの右上がり、払い上げます。はい、4画目以降はですね、穂先に気をつけていきます。あまり太くしてしまうと、
最後この7画目以降は書けなくなってしまいます。はい、筆を立てて4画目、はい、左に払って、で5画目、はい、ここの距離長くいきません。点節押さえすぎないようにしましょう。はい、そして立てていきます。で6画目、はい、ちょっと立てて失速をするような感じで、こう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 ですね。はい、次第に太くして止めて短く払います。その際にこの手辺の2画目よりも下に行かないように、ここスペースちょっと空くような形にしましょう。はい、7画目以降、ここは細さに気をつけてください。左に払う、右上がり、点節、内側に入ってここで横、はい、押さえすぎないようにしてみましょう。で跳ね上げます。跳ね上げる方向こっちですね。はい、では早速ですね、書いて説明をしていきましょう。はい、先ほど言ったところをですね、頭に入れて書いていっていただきたいと思いますので、よく見てください。まずは文ですね。はい、1画目、はい、穂先は水平、腹は右上がり、はい、抜いていきます。押さえます。内側です。はい、この腹の右上がりに沿って2画目、右上がりです。ここあまり外に行きません。3画目の右上がりも平行ここですね。はい、4画目、1画目の支出の下、右下ですね、ここから、はい、角度に気をつけて、方向に気をつけていきます。筆を送る方向を気をつけて、伸び伸びとこう、はい、5画目は内側にこう、6画目右上がり、点節を押さえます。ここ押さえて内側に入れていきます。7画目右上がり平行です。はい、8画目の支出、点節よりもちょっと上です。はい、ちょっと縦気味に、はい、この9画目の支出の右上がり気をつけていきましょう。はい、10画目、この右上がりに沿って右上がりです。10画目、はい、収出は内側ですね。12画目、はい、右上がりで平行で伏せていきます。はい、そして13画目、とてにまっすぐしたいと、はい、鉛筆をします。はい、次 U ですね。はい、右上がりです。はい、2画目の支出、この中心のちょっと右です。はい、斜め左に行きます。角度気をつけていきましょう。伸び伸びと払っていきます。はい、3画目、はい、穂先に気をつけて、こう寄せていきます。2画目に寄せていきます。押さえて右上がり、こう、はい、4画目、はい、ここはあまり大きくしません。はい、5画目の支出、2画目のちょっと上あたり、はい、1画目の進出に向かってここですね、この下あたりここです。はい、6画目、はい、立てていきます。腹はまっすぐ、先が外へと膨らみ、だんだん一つをかけていきます。はい、7画目です。はい、8画目に向かってこう、はい、8画目右上がりです。
9画目、はい、真ん中よりも少し左ですね。はい、横画は平行です。収縮は8画目よりも内側です。はい、余白を取ります。はい、12画目、はい、視察をかけていきます。はい、穂先は右上がり、腹は水平というようにしていきます。はい、次終わりですね。1画目、はい、12ですね。はい、2画目は太くしません。3画目右上がり、点接、はい、押さえて短く払います。はい、4画目右上がり、はい、5画目です。ここ中心ずれないようにしましょうね。6画目支出は左、収出もちょっと左ですね。7画目、はい、角間を狭めていきます。はい、8画目、はい、ちょっと弧を描く丸みを帯びていきます。9画目、点接内側に、はい、右上がりです。はい、11画目です。点接の下、はい、最後12画目、1画目の支出の位置と同じところ、同じようなところですね。はい、まっすぐ下ですね。この辺りから徐々に筆圧を加えて、で、内側にこう、で、こう跳ねていきます。はい、今日ですね、右上がり、支出はこの線のですね、外側で構いません。はい、右上がりにいきます。はい、あまり長くしません。2画目。はい、まっすぐ下に行くような感じなんですけども、ちょっと左にこう寄せて、いきます。で、この真ん中、ここからまっすぐ、そして内側、小さく跳ねます。はい、ここ払い上げ右上がりですね。ここですね。はい、4画目はこの収縮のここのですね、右上がり。はい、ここですね。はい。穂先を生かしてこう、はい、5画目短く、そして点接です。こうです。はい、6画目ちょっと縦気味に支出をして、でだんだん太くしてきます。で、右側にここですね。はい、8画目この点接のところ、ここですね。7画目、ごめんなさい、7画目、ここですね。左に、で、8画目は右上がり、押さえで、内側に入って外に、こうはい、このようにして書きます。はい、それではですね、説明をしていきます。はい、まず群ですね。はい、1画目、支出は水平、腹は右上がりですね。はい、点接から内側に入れたこの2画目の右上がりはこの腹の右上がりと平行に行きます。ここも一緒。はい、ここのスペースですね。はい、等しくしていきましょう。はい、左払い、
伸び伸びとここ払ってきます。でここ内側にこうくっついていいですよ、ここね。はい、右上がり平行転接内側、はい、口ですから縦が出て横が出る、このところはですね気をつけていきます。はい、八角目、脂質の位置はこの転接よりもちょっと上ですね。はい、九角目、この右上がり、この角度に気をつけます。で10画目はその角度に平行、11画目も平行、12画目も平行、はい、ここの間隔揃えていきます。はい、でまず縦にまっすぐと払っていきます。その時にここの余白、はい、ここの余白それぞれ気をつけていきましょう。はい、 U、 はい、右上がりですね。はい、脂質はちょっと右側からこう左に、最初から左に倒れていきます。伸び伸びと払っていきましょう。で三角目はさらにこっちに寄せていく、この角度、脂質の位置気をつけます。転接を押さえて右上がり、はい、ここはスペースを作りますね。五画目の脂質の位置は二画目の位置よりも上です。はい、左に払っていきます。この収縮の下あたり潜るような感じですね。はい、6画目、縦はまっすぐ、腹が外、このような分泌をします。7画目はこっちの脂質に向かって、で8画目右上がりですね。で9画目はこの真ん中のちょっと左から脂質して縦です。右上がり平行、はい、ここ等間隔等しくしていきましょう。はい、ここですね、右上がり、ここがちょっと伏せるような感じの視察のかけ方ですね。そこに気をつけていきます。はい、その際のこの余白、そしてここですね、この収縮の位置よく気をつけていきましょう。はい、終わり。はい、1画目12ですね、この分泌、はい、あまりこの外に激しくいかないようにしましょう。右上がりですね、ここ転接から短く払うとき、はい、この中心のですねところで転接してください。4画目、はい、6画目、7画目、この平行ですね、あとここの間隔狭くしてですね作っていきましょう。そして等間隔等しくしていきます。はい、丸みを帯びて中へ、右上がり、そして転接から内側に行きます。はい、これも口ですので縦が出て横が出ると、このような書き方です。11画目、この転接の下あたりから引っ張った縦ですね。はい、12画目、まっすぐ長く、まっすぐ長くですね。はい、筆圧をかけていくのでこのあたりが少し膨らんできてこういきますね。内側に入ってからこう跳ねていきます。はい、今日ですね、はい、1画目、この線の外から右上がりですね、2画目ちょっと外に行くような感じの、あ、こう左側に行くような感じ、少し立てて、で内側にこの鉛筆を、極端でないんですけども心がけていくとここのスペースが作れていきます。ここは払い上げます。はい、4画目太くなりすぎないようにしましょう。はい、こうですね。5画目短め、そして転接、こうですね。6画目の脂質はちょっと縦気味、はい、右に行ってからだんだんと太くして、ここで右にていきます。7画目は最初から左に向かって払います。右上がり、8画目、転接内側に入り、そしてこう左、右下へと行ってから跳ね上げると、こうですね。はい、このようにして書いていきます。
はい、今回の課題ですね、この余白の取り方、感覚の揃え方、ここに一つ大きなポイントがありますけれども、そのためにはですね、穂先を生かして書くというところがとても重要になりますので、その穂先を生かした書き方、細くて力強い線を書くにはどうしたらいいかというのをですね、お悩み解決のところでも私が以前ですねアップしておりますので、そこをですね見ていただければですね幸いだと思います。はい、今日は以上です。